はい、フリーーライターの今一生です。今日はですねジャニーズ事務所という社名がなくなり、えー、関連会社の13グループ企業も、まあ、それに倣う形でまたタレントの名前にもジャニーズという、えー、名称は外すということで、えーえー、ジャニーズ事務所はスマイルアップという会社に名前を変更しました。ででもも、名前が変えるだだけけじゃないんだけれども、えー、ここへ来てですね、えー まあ、ジャニー北側川の被害を受けた当事者の会の方々が、まあ、誹謗中傷を受けたりですね、えー、要望書を出したらそれに対して、えー、熱烈なファンが、まあ、一部のファンだと思いますけれども、えー、非常に口汚く罵るということが始まっています、えー、そのことはおそらくファンの子たちがまあ大人もいると思うけどね あのビジネスが何か分かってないからだと僕は思いました、まあ、実際ねツイッターでは「新会社の利益」という、ね、タグがトレンド入りしてますこれねジャニー太田たちが当事者の会議を口汚く、えー、口汚い表現であの批判していたのがトレンドに入りしてしまったんですねこれもね後で概要欄にリンク貼っときますけれどもねそれだけじゃないんだなやっぱり、えー、冒頭に申し上げたようにね 被害を訴える人たちへの深刻な誹謗中傷が相次いでいたので、あの当事者の会の代表が、まあ、インターネット上の書き込みをめぐって、警察に告訴状を提出するという事態にまで発展しているんですね。 せっかくね、今日10月17日からジャニーズ事務所の社名がスマイルアプリ変わって、ジャニー北側の負の遺産をなんとか消そうというふうにあの動き始めたのに、ファンが足を引っ張っ張てるというわけですよで彼ら、熱烈なファンたちはビジネスを理解できない、もう何度も言いますけど、ビジネスを理解できないままなので、新会社に、ねまあ、移って活躍したいタレントの仕事を壊しかねません。 ファンが推しているね、タレントの活動を潰しかねないことをファン自身が理解できない、これはね、タレントにとっては不幸ですよ。ね、まずね、ジャニーズからスマイルアップに、まあ、社名変更するのに伴い、被害者への、えー、保証専門会社になってい、えー、くっていうのはねで、それを終えてから廃業するということは、もう2回目の記者会見で明らかになりました。ね、しかし、か ジャニー喜多川による被害者が今すぐ保証を求めて相談できるわけじゃありません。ね、あのみんながみんなあの、ね、被害者はみんな当事者の会に入ったり、入れなかったり、あるいは顔や名前を表沙汰にして相談するというのは非常に難しい。かといって、えー、ジャニーズ事務所に保証窓口ができたからすぐに相談できるという勇気が湧くわけでもありません。 でもしねまだ未成年のタレントの被害者だったらおそらく今後数十年先にようやく被害を誰かに打ち明けられるっていうこともあるため全ての被害者に保証するなら、まあ、今いる経営陣の東山社長や、まあ、ジュリー代表取締役な,などが亡くなった後でも保証できる仕組みが必要になるためスマイルアップは会社として存続をね 長くしなななきゃいけないいけけっていうことが必要になるわけそうなると、経営存続のためには、まあ、社員の人件費もかかるし、まあ、保証のために査定に動く委員会への報酬も毎年かかるし、まあ、もちろん調査費用もかかる、事務所の維持費、ね、光熱費とか、ね、あるいは広報にかかるお金とか、もうとにかくお金、経営するってことはお金がかかるってことなんです。しかも、えー、収益がスマイルアップにはもうありません。 なぜかって言ったらそれはあの新会社に移行するって言ってるわけだからね、えー、当然だけれどもテレビ局への出演番組出演ギャラとかあと CM スポンサー,だあースポンサー企業からの CM 出演料とかあとあ大きな収益源と目されているファンクラブの収入とか全部新会社に移っちゃうわけですよだけど何度も言うようにスマイルアップがあの今ある資産だけで 今後数十年にわたって経営していくとなるとコストも同時にかかるんですしかもまだね一人当たりの保証額の平均すら見えてない状況なので、まあ、最終的な保証額がどこまで、ね、増えるか見積もりにくいですよね現時点で現金ができている資産がどのぐらいあるかも不透明なまま、まあ、公表されていませんからこの状況だと資産を新会社に、ね、移すことで スマイルアップが満足な保証できなくなるという懸念が当然出てきます。で、ジャニー喜多川によって得られた資産が、まあ、新会社に流れてしまえば、スマイルアップによる保証額は目減、まあ、りしていく一方なんですよね。頭打ちしちゃってるわけだから、今の時点で。増えることはないわけですよ、スマイルアップの収益が。そこで当事者の会が出した声明文の全文を僕らはちゃんと目を通しておく必要があると思いました。読みます えー、2023年10月16日、ね、株式会社ジャニーズ事務所スマイルアップオン中ということで要請書というのが、まあ、ジャニーズの、えー、被害者の当事者の会から出てます。えー、全部読みますね。1、えー、ジャニーズ事務所スマイルアップとグループ会社に残る資産と、えー、新設されるエージェント会社の利益について、被害者への保障および救済への充当ならびにじ、事前団体への寄付を実施するよう求めますと。 大前提として、当事者の会としては、本件についてジャニーズ事務所、スマイルアップとの間に交渉で解決したいという基本方針を維持していますと。ね、交渉で解決したいと言ってるわけですよ、当事者の会は。ね、ただし、国内外、アメリカを含むの訴訟の準備も引き続き続けていきますと。まあ、そうでしょうねと。 交渉が決裂しした場合はどうしても訴訟にせざるを得ないからです。だから早めに、まあ、スマイルアップ東山新社長ね、猪地副社長も、えー、早めに当社の会と密な連絡、もう1回会ってるとは言ってるけれど、密な連絡が必要になるよってことです。で、本年10月2日の発表によると、ジャニーズ事務所は保証業務のみを行うスマイルアップに名称変更し、 今後の事業活動の一切は新たに設立するエージェント会社が引き継ぐとのことです。発表の時点においては、スマイルアップとエージェント会社との間の事,、えー、事業継承,承継の方法は未定とのことでしたが、エージェント会社が引き継がれる事業活動は、旧ジャニーズ事務所から引き継ぐ所属タレントや各種の半径などによって賄われると考えられ、実質的にジャニー北川氏の遺産のもとに成り立っていることになります。その通りですね。 そのため、エージェント会社が得る、えー、既存事業由来の利益のほか、新たに始める事業の利益についても、ジャニー喜多川氏の遺産のもとに成り立っていることに変わりはなく、えー、当該遺産のもとに成り立つ利益は、被害者への補償及び救済の実施に充てられてしかるべきものです。えー、ジャニーズ事務所とグループ会社のすべてを完全に解体してゼロにするのであれば別,別論ですが、 ジャニー喜多川氏の遺産を新会社のためにまっさらな形で使用することについては断じて反対の意を唱えますす当然ですよね10を超えるグループ会社の資産も、えー、ジャニー喜多川氏由来の遺産です。 判件や肖像権のほか、グッズなどから不動産に至るまで、えー、当該遺産に該当するものを新会社がまっさらな形で継承すべきものではありません、えー。もしも新会社が各遺産に継承するのであれば、その利益の一定額を被害者の保障及び救済、さらに、あのーね、被害者を支援する団体、えー、身寄りのない未成年者を支援する団体、経済的に恵まれない子どもたちの就学を支援する団体などの 我が国の信頼できる慈善団体に寄付することにより高級的な社会貢献を実現されることを要望しますね素晴らしいよね当事者の会は自分たちが被害者なんだけども自分たちだけじゃなくてですよ、ね、身寄りのない青年未成年を支援する団体とか経済的に恵まれない子どもたちの就学を支援する団体などの慈善団体に寄付した方がいいんじゃないのって言ってるわけですね素晴らしいです実際子ども支援の団体どこもお金ないですからね えー、ジャニーズ事務所が公表されたように、ジャニー喜多川氏と完全に決別し、ジャニー喜多川氏の痕跡を残さないとした意思表明を実行するのであれば、ジャニー喜多川氏が関わったものすべてを排除して再起を図るべきと考えます。その通りです。本要請は、ジャニーズ事務所の解体的な再出発のための最低限の条件であることとして、ここに記します。なお以上のの条件を踏まえてエーー・ジジェント会社がジャニー北川氏の 遺産に依存しない全く新たなる事業で生み出す利益に関しては、タレントの皆様の活動における権利と、えー、支援されるファンの方々の利益のためにもこれを保証などの対象としないことに依存ございません。つまり、これから新しい会社を作って、ね、これから活動していく、えー、ことで得たお金に関しては、もちろん保証の対象なんて考えていませんよって言ってるわけ当たり前のことですよね。はい、2番目。 えー、ジャニーズ事務所スマイルアップと当事者の会の対話協力のもと、本件の事実の全容究明と被害者全体の救済保障を行う委員会を速やかに設置し、ま、えーえー、ジャニーズ事務所スマイルアップと既存の、えー、被害者救済委員会に当事者の会が推奨,推奨する複数名が参加することを求めますと。 まあ今までは当事者の会は意見を言う、ね、伝えるだけでなかなか一緒に、ね、解決しようという枠組みに入れなかったんです。でそれはもちろん彼ら当事者の会もちゃんとジャニーズ事務所の、うんね、東山さんとかに会ってこのことを伝えているんだけれどなかなか進,、ま、進んでないってことでしょうねこれは。 ジャ、えー、ニー事務所スマイルアップの発表によると、被害者に対する保障措置は、3人の元裁判官によって構成される被害者救済委員会に一任しており、すでに478人の被害者から連絡があり、うち325人が保障を求めているとのことですと、これは9月30日段階。しかし、えー、被害者救済委員会への申告は、窓口サイトからの方法のみに限定されていますと。 保証の対象がジャニーズ事務所のタレント研修生として所属していたことがある方、えー、または現在所属している方に限定されていることも全く理不尽ですその通りですねだって北川さんって人は別に所属するかどうかじゃなくてた単に自分の、あのーまあ、家にねよ呼んだ初めて会った、あのー、少年も。 えー、ターゲットにしてたわけだからねまた、E メールアドレスの記載が必要とされていますが、高齢の方の中には、E メールを使用されていない方もおられることを想像されていないと思いますと。その通りですね。ファックスや電話ぐらいしかできない方もいらっしゃるわけだ。しかも、窓口サイトの被害の内容などの項目については、被害者の方々から見れば、ここに詳細などを示せるものではありません。その通りだよね。誰が読むかもわからない。 えー、メールに自分の被害を事細かにかける性的な被害者っていうのはほとんどいないに等しいですよ。だからこれは、えー、スマイルアップが拒拒んんででいいるる被害者を拒んでいるとよように見えますよね、えー、既存の心のケア相談窓口との連携も不明ですしそうだよね心のケア相談窓口って言っても誰なのよとカウンセラーの顔も名前も分かんない人に相談できますかってことです。 ね、被害者救済委員会には心理カウンセラーなどの参加も必要ですと。加えて加害者の被害,被害を知ったご家族の心配と不安は計り知れず、ご家族の中には気分を悪くされたり、病院にかかったり、あるいはご家族の職場や学校にもひどい影響が及び、苦痛に満ちた生活に陥っているケースが少なくありませんと。被害者の方々のご家族も精神的被害を受けていますと。ご家族向けの窓口の設置も必要です。その通りりですやっぱりね 自分の子供から、被害を打ち明けらられれた親もね、メンタル的にやられますよそ。そういう配慮が、ね、少なくとも今日付けまで10月17日の「スマイルアップになりましたの時点で何の配慮も書かれてないのよ、公式サイトに。以上のような理由から当事者の会へは窓口サイトからの申し込みを躊躇する被害者の方々からの声が多数寄せられておりますと。 ね、ジャニーズ事務所スマイルアップが法を,超えて前提と法を超えてを前提とすると言いながら、元裁判官による金額算定が印象付けられるこのような体裁で、えー、窓口サイトを立ち上げていること自体が、被害者側の声を聞かずに、ジャニーズ事務所スマイルアップの独断で被害者救済委員会を立ち上げたことに起因するものと考えられ、今後も同様の事態の発生が,発生が多数予想,予想されますと、全くその通り、つまり内向き文化は変わってないということなんですね。 以上を踏まえてジャニーズ事務所スマイルアップと当事者の会の双方の対話協力のもとに本件の事実の全容解決、救命と被害者全体の救済保障を行う委員会を設置することを改めて強く求めますとジャニーズ事務所スマイルアップが本年9月4日に当事者の会が真摯に要請した事実救命及び対話救済のメカニズムの設置運営すなわち被害者救済 被害者救済措置制度による事実究明対話救済委員会の要請を全く汲み取っていないことは極めて遺憾ですと最後再度ここに改めて当事者の会が推奨する複数名を救済保障会社となるスマイルアップと被害者救済委員会に取り入れ 当事者の双方が共に、えーえー、事実究明と対話救済の働きを公正さを持って取り組むことを要請するものです。その通りだよねだって加害者の側のス,スマイルアップが自分たちは救命してますとか言ってもそれは信じられないし社会的信用はすでに失墜してしまってるわけだから被害当事者の,あのメンバーを、えー、ちゃんと事実究明や対話救済の場に入れるのは当然の話だと僕は思いますよ。 本要請は、再発防止特別チームの調査報告書の内容に鑑みて、性,、えーえー、性被害の認定および謝罪は、被害者に対して直接的かつ適正な方法で実施されることを前提としており、外部専門家による再発防止特別チームの提言にも沿ったものですと、なお、再発防止特別チームの調査報告書29ページで認定された、旧ジャニーズ事務所の社員による、ね、あの加害の事実の究明を改めて強く要請しますと。 仮に免職や退職によってジャニーズ事務所スマイルアップの社員で亡くなったとしても、ジャニーズ事務所スマイルアップは日本社会において、新たな子どもの被害者の発生が心配される事態を決して放置すべきではありません、その通りですね。 で3番目、具体的な保証額について法をを超えた救済を図るよう求めます性、うんえー、いて、えー、問題について、日本の裁判所における救済基準は実に低額であり、これはね知らない人は知らないと思うので言っとくけども、まあ、セクハラ被害に関しては、数十万から数百万が、まあ、あの法的な判例では、えー、当たり前なので、恐ろしいですよね。 数十万か数百万でしょ、一生トラウマに苦しんでいる人に対して、そのぐらいしか判例では認められていなかった、これまで日本の裁判所というのはね、まあ、裁判官が人の痛みがわからない人たちだと僕は普通に思ってますけどね、えー、長年にわたる問題視され,るれているところですが、このような低額なペナルティが我が国において、ね、あの性による加害を根絶できない根本的な原因の一つとなっていることを否定できませんと。今回ジャニーズ事事務所スマイルアップは民事の消滅 自について法を超えた救済を図ると発表されており一種の法,法創造的活動を行うことを宣言していますとつまり自公はあの考えないよと、まあ、法律上あ民,事民事でも時効になってしまうんだけど時効だけじゃなくてちょっとあの保証額についても考えてくれというふうに当事者の会は言ってるわけだ。ね 性に関わる加害は性別に関わらず人間の尊厳を破壊し当然にあり得た幸福な人生を奪うものであってその被害を回復することは本来不可能ですとそのためやむを得ず人間そその尊厳そのもの幸福な人生そのものを金銭に換算するという本来不可能な作業を行うことにならざるを得ないのですがその具体的な保証額については人生そのものの被害として捉えると同時にねこ,んこのこういうねまああの ことを根絶に向けた法創造的活動として法を超えた可及的に完全な救済が図ることを求めます。弁護士を代理人として立ててジャニーズ事務所スマイルアップと交渉を行う被害者の方々の弁護士費用も補償対象に加えることを求めます。その通りですだって被害者は生活保護を受け,る受けるぐらい精神疾患に辛い悩み苦しんできたんだよと。 お金あるわけないじゃん、被害訴える側って弱者なんだから、だから当然だけれど弁護士費用も裁判をやるわけじゃないんだから、当然だけれども、先に保証してくれよって、それは当然のことだと僕は思いますよ。 そのぐらい精神的苦痛によって働くことができなかったりね、人生を壊されてきたんだよ、被害者の人たちは。その痛みがわからないんだったら、保証もね、救済もないと思います。また、保証されるべきは、えー、被害をもう申告した被害者本人はもちろんのこと、被害者のご家族にもその範囲を広げて対象とすべきと考えます。その通りです。子供が被害に遭ったら、親のメンタルもやられますよ、何度も言うけれども。 ね、まさか自分の子供が被害者なんてと信じたくなかった、でも被害者だったらどれだけ家族、まあ、親もそうだし、奥さんがいる方は奥さんも心痛かったと思うし、下手するともう結婚して子供やお孫さんもいるような年齢の方もいらっしゃるわけだよ。そうすると親族一同、めちゃめちゃさ、ねあの、被害をカムアウトするでしただけなのに、周りの家族も変なふうに見られたりもしかねないわけだよ。 もう被害者なのにと僕は思いますよ。ね、被害を知ったご,ご家族の心配と不安は計り知れず、気分を悪くされたり、病院にかかったりね、えーと、あるいはご家族の職場や学校などにもひどい影響が及び、苦痛に満ちた生活に陥っているケースが少なくありません。そううでしょうね、えー、ジャニー北川氏への、うんうん、による加害は、金銭の支払いだけで済むような単純なものではありませんと。影響はひどくく、うん、大きく えー、仕事から、えー、家庭の崩壊にも及んでおります。ね、ジャニーズ事務所スマイルアップはこのことを真摯に認識した上でカウンセリングの提供を含め方向への救済を行うことを強く要請します、えー。これは世界が注視している最も重要なことです。その通りですよ。日本のこの子供に対する人権っていうのはものすごく、えー、意識されてない無関心。日本日本人自身が子どもの人権に無関心なんです。 それを世界が批判してます。僕はたまたまそういうふうに子どもの傷に関する取材を30年以上やってるんで国連がねまあ45年に1回ぐらい日本政府の官僚たちを呼びつけてお前さあと子どものね権利条約に批准しているのにそれに基づく法改正やってねえじゃねえかこらっていうふうに怒られてんですよ日本政府って毎度怒られてんの。でちょっと進歩があったねなんていうことを言われたりするけど。 呼びつけられてるのは3、40代くらいの、まあ、中堅の官僚たちなんだよな。だから本当にじゃ国連からにらまれてんだよ、ずっと。1994年の批准以降だからもう何年にわたるのもう28年ああ ?6、3だから29年か。そんなにもういや30年近くさ、国連に怒られてんだよ、日本は。 僕はそういうの知ってるから、本当に日本には子どもの人権を思いやるとか、関心を持つ大人が少なすぎるっていうふうに僕は思っています。怒ってますよ。ね、だから絶対に許してはならないとされる圧倒的な強い国内外の意見があることを意識された上で、最大限の手段を講じ、謝罪と誠意を可及的に保障額などの救済に表すことを要請しますと。で4番目 具体的な手続き内容、認定基準及び保証基準の速やかな公表を行うよう求めますと。当事者の会としては、現行の被害者救済委員会制度に反対ですが、すでに478人の被害者から連絡があり、うち325人が保証を求めているということであるため、すでに申告された方々,不利益方々が不利益を被らないためにも、具体的な手続き内容、認定基準及び保証金基準の速やかな公表を要請しますと。ジャニーズ事務所 スマイルアップの設置した被害者救済委員会と類似の制度として、原発事故における広範な賠償を実施するために設置された原子力損害賠償紛,紛争審査会を挙げることができます。 原子力損害賠償紛争審査会の手続きにおいては、慰謝料や個々の損,損害額について指針が公表されているため、手続きの利用者は、自らが認定されるであろう損害額やどのような準備が必要となるのかについて事前に想定することが可能であり、その上で手続きを利用するか否か、どのような資料を準備するのかなどを検討することができます。被害者側が、ね、これに対して ジャニーズ事務所スマイルアップの設置した被害者救済委員会については、保証基準や指針といったものが一切公表されていないため、被害者としてはどのような手続きが待っているのか、何の知識もないまま手続きを利用せざるを得ず、また自らが認定された保証金額についても、その逃避を判断できませんと、つまり、もらうお金に関しても、それが正当な額面だっていうふうに、えー、判断する基準が、まあ、そもそも分かりませんってことだよ。 また上記の具体的な補償額についても法を超えた救済を図るよう求めますの項目で述べたように被害の範囲は被害を申告された被害者本人だけでなく被害者のご家族にまで広く及んでおり ご家族の職場や学校などにもひどい影響が生じ、苦痛に満ちた生活に陥っていることを認識していただき、ご家族の被害も併せて認定の基準に含めることを要請しますと、さらには被害者救済委員会の認定に対する不服申し立てができるのかについても明らかではありません。これではいわば、ね、お知らせでのお裁き、えー、にも似た状況となっていますと。 以上から当事者の会,に会としては、被害者救済委員会における具体的な手続き内容、認定基準および保証基準の公表を求めます。で、5番目、ジャニーズ事務所スマイルアップが使用する示談書、書式の公表を求めますと。と 被害保障を行う際に取り交わす示談書においては、生産条項、示談書に定めた条件のほかに、今後、お互いにその他の法的請求をすることができなくなる条項が定められることが一般的であり、これを取り交わしたあとは、被害者の方々は一切の請求ができなくなります。しかし、ね、この今回の問題においては、被害者が、 えー、長期間にわたって幼少期の辛い記憶と向き合うことを強いられるため将来のメンタルヘルスの不調やこれによる就,来就労不能状態が続くことも十分に考えられます。その通りつまりトラウマがフラッシュバックしてきてそれを人に話すそれによって自分の精神疾患が、ね、あの重くなってしまったりそれまではあの精神病になってなかったうつ病にな,なってなかった人も。 自分の辛,さ辛い記憶を思い出すことによって逆にうつ病になっちゃったり統合失調症になっちゃったりすることはよくあることなんですよ、これは。ね、そのため上記のような生産条項が定められるとその後に発生した損害について補償を受けることや法的責任の追及ができず被害者にとって重大な不利益となりかねません、その通り。つまりわざわざ相談して補償額を受け取ろうとしてもその後から重篤な精神疾患を負うことだってあるからってことですよ。 ね、従来の裁判例ですが今回問題となっている、まあ、ものと類似の事案、小学6年生の女性が約8年間にわたって同居の祖父から加、ね、害を受けていた事案、東京地裁判決平成17年10月14日、判例時報1929562ページにおいて、女性が PTSD に罹患し、えー、将来にわたって就労不能となっていることから、性,、えー、性による加害の慰謝料1000万円。 後遺傷害 PTSD による遺写料1000万円、えー、就労不能による逸失利益、えー、約3500万円弁護士費用500万円の計6000万円の損害賠償が認められた事例が存在しており将来における損害という観点が不可欠ですでもね俺思うけど小学6年生の、ね、女の子とかね、まあ、まあ祖父からさ性的な加害を受けていってたった6000万円なんだってびっくりしませんか 3億ぐらい払えよって言いたくなりますよ。だって一生働けなくなっちゃったんだよ、この子は。恋愛や結婚や出産や子育てもこの子できないかもしれないんだよ。もう基本的人権、蹂躙しまくりじゃん。ただか6000万だよ。でもさ、日本人のさ、ね、あのなん一生で働くさ、報酬を考えると約3億円ぐらいなのよ。だったら3億ぐらい払えよって言いたくなるよ。 国の保障しろよって、もしあの加害者が払えないんだったらあるいは親族一同全員からかき集めて3億作れよとそこまでしないと子供に対する害が軽視されまくりなんだよ恐ろしいんだよこの国は、えー、現時点において被害者救済委員会の補償金額が公開されていませんが当該補償、えー、基準においては 慰謝、ねえー、料のみを算定し、えー、後遺症による慰謝料や就労不能による逸失利益、今後発生するであろう治療費といった費用債務が除外されている恐れが払拭できませんと、このような状況において、生産条項付きの示談書を取り交わした場合、その他の保証は一切受け入れられないという正義に反する結果になり,がなりますと、その通りでしょうね。また刑事手続きにおいては現在ジャニー北川氏の ね、あの害を黙認していた人たちについての法助犯の成否や自らもあの加害を行っていた人たちの刑事罰についても議論がなされている状況にありますこのような状況において刑事告訴についても放棄させるような生産条項が記載されているのであれば同じく重大な不正義であると言わざるを得ませんさらに示談書において第三者への公害を禁止する条項公害禁止条項を規定することは 被害者の方々が精神的トラウマからの回復過程で重要な意味を持つ語るという行為を先回りして封じることにつながり適切ではないと考えます。以上から当事者の会はジャニーズ事務所スマイルアップが使用する示談書書式の公表を求めますと。当然ですね。で6番目被害者への補償としてえ総額いくらをけ、えー えー、予算計上してていいるるのかについて公表すすよう求めますと、えー、ジャニーズ事務所スマイルアップは株式会社である以上予算を検討せずに無制限に保証し続けることは不可能であり、えー、被害者保証に振り向ける総額を想定した上でこれを準備金などとして用意していると考えられますとその他はジャニーズ事務所スマイルアップが被害者の保証に対してどれだけ真摯に向き合おうとしているのかをは推し量るメルクマールであるとともに えー、別途具体的な手続き内容、認定基準および保証基準の速やかな公表を行うよう求めますの要請書で述べた被害者救済委員会の保証基準はジャニーズ事務所スマイルアップが想定する、えー、保証金、えー、総額を前提にして策定されたものと考えられますそのため当事者の会はジャニーズ事務所スマイルアップが被害者への補償として総額いくらを予算計上しているのかについて公表するよう求めますまあなかなか大変だと思うけどね。 えー、なお、上記のジャニーズ事務所スマイルアップとグループ会社に残る資産と、えー、新設されるエージェント会社の利益について、被害者への保障及び救済への重当を並びに事前団体への寄付を実施するよう求めます。の項目でも述べたように、ジャニー北川氏の遺産のもとになり立つ利益は、被害者への保障及び救済の実施に充てられてしかるべきものですと、保障総額が不十分な場合は改めて算出することを求めます。その通りですね。で、7番目。 ジャニーズ事務所スマイルアップは被害者救済委員会による保証受付窓口についてジャニーズ事務所のタレント研修生として所属していたことがある方または現在所属している方でジャニー喜多川氏による害を受けその被害について金銭的な保証を求める,求める方の申告内容を検討し保証金額の算定をさせていただきますと説明しています。こののような意思表明は多くの不安を 読みながらも批判を呼んでおりますと実際、当事者の会で被害に遭った自分は保証対象とされるのかどうか不安に駆られ、さらに落胆したメッセージが多数の方から寄せられています。でしょうね。オーディションに呼ばれた日にジャニー喜多川氏から、まあ、害を強要されて、えー、しまった結果、怖くて入所に至らなかった。ね、ジャニー喜多川氏からの要求を受け入れたものの、我慢できずに即座に捨てられた。 入所しても苦痛に耐えられずにすぐに辞めてしまったなど自分がジャニーズ事務所に所属していたのかどうかも不明だという方々は非常に多くおられますと、えー、ジャニー北川氏がジャニー事務所の社長という立場を利用して行った犯罪は無差別に行われているとの証言が多くあります。 芸能界での活躍を餌にスカウトやナンパで声をかけられて被害に遭ってしまった、ス,スタッフとして働く現場で声をかけられて、ね、加害されたなど、このような被害報告が後を絶ちません。ね、加えて、被害は未成年の少年だけでなく、成人した青年にまで及んでいますと。 ジャニー北川氏の見栄のない不卑劣な行動に対する訴えは増えていく一方ですこのようなケースつまり可視化されていないジャニーズ外の被害者たちも無数に存在していることが明るみになってきていますこうした被害者の救済についてもジャニーズ事務所は責任を持って対応しなければなりませんジャニー北川氏がジャニーズ事務所の代表取締役社長の立場を利用して行った犯罪ですからその利益で経営されているねスマイルアップには当然の責任が課せられると考えます えー、ジャニーズ事務所、スマイルアップがこうしたジャニーズ事務所所属以外の被害者にも真摯に向き合って寄り添い、対話を行い、救済を速やかに実施することを強く求めますというものでしたよ。いやー、やっぱり当事者の会議はね、あのまだ顔も名前も表に出せない被害者の方々があの相,談に相談してるんだなってことがよくわかります、ね。すごく具体性に富んだ あの提言だと思いますよこれをスマイルアップがどこまでまともに引き受けるかっていうのは気になってるんだけれどもまあ少なくとも3度目の記者会見は検討しているというふうにもうすでに報じられています。うん、ただねただですよ企業風土っていうものはねすぐには変わらないんですよね。企業風土っていうのはその会社の中だけで,だけで内向きで、えー、内向き文化としては通じるけど社会には通じないっていうことですね。 企業風土っていうのが内向きだったら当然だけれども、その,その会社の外では通じないような、よくわからないルール、よくわからない常識、よくわからないあの習慣っていうものが、まあ企業風土ですよ。で、その企業風土はすぐには変わらないんです。だから社員も含めてね、あのタレントも含めて、ね、マインドセットできる人材が社内にいないのであれば、まあいまだにあの、まあいないからこそ、いまだに再発防止の具体的なマニュアルが、 公表されていませんよね、ホーームページで,で。これではね、新会社に移籍した元ジャニーズのタレントも多分仕事しにくいと思います。なぜなら、有名企業は続々と再発防止マニュアル、ね、具体的なマニュアルをまず公表して、その実現がどこまでできているのかっていうそれが得られ、その確証が得られないうちは CM に起用しないと提言しているわけですよ。つまり、つまりスマイルアップも新会社も同じだけども、 あのちゃんと具体的な再発防止マニュアルを発表してないっていうこと自体がタレントに仕事を渡すことができないってことなのよ。これはね、テレビ局も同じです。だって、企業スポンサーがいて、初めてテレビ局っていうのは成立してるわけ。僕らテレビただで見てるけど、テレビ局の利益っていうのは、スポンサー企業がいて番組制作費が生まれるわけだよね。だから当然、企業スポンサーの方がジャニーズに、まあ、今はスマイルアップで、あとは新会社に対して、 再発防止の具体的なマニュアルを出せっつってんのに出してないわけだからもう仕事できないですよ、このままだったら。ね、だからあのテレビ局も、まあ,あ、もう今では元ジャニーズになるけど、スマイルアップか,から新会社に移行している元ジャニーのタレントを番組に出演させるってことが難しいから自粛し始めてるんですよ、各局がね。ももしあなたがね今ででジャニーズのファンで でタレントにもっと活躍してほしいと願うんだったらスマイルアップ並びに新会社で運営されるファンクラブを通じて一刻も早く再発防止マニュアルを作れとそう伝える必要があります。 再発防止マニュアルが具体的にあるんだったら公表されるわけだよね。まずそれが第一段階。で、第二段階として、そのマニュアルがちゃんと守られているかって検証するわけで、まあ1年ぐらいかかるよな。だからもうとにかくマニュアルを先に作らなきゃいけないのに、あのタレントたちにあのあのあの、スマイルアップも新しい会社も、ファンたちが早く再発防止マニュアルを作れって言わない限り動かないですよ、きっと。で、同時にね、元ジャニーズのタレントが、 ジャニー喜多川の遺産で活躍しているという色眼鏡でいつまでも批判され続けてしまうのを避けたいんだったらスマイルアップから新会社への負の遺産を継承させちゃダメですそれらを全部被害者に対する十分な保証に回せっていうふうにんでか再発防止特別チームは調査報告で次のように書いていました。 ジャニーズ事務所は日本のエンターテインメント業界におけるトップ企業であり、その行動は青少年を含め、社会に大きな影響を与える存在なのであるから、国際的に見て、他の企業の模範ともなるべき人権方針を作成した上、それを国内外に公表し、今後はその人権方針を遵守し、二度と少年に対する、ね、あの性の加害をはじめとする人権侵害を行わせないと明確に表明すべきであると。 ね、再発防止特別チームは言ってたしかし、スマイルアップは他の企業の模範ともなるべき人権方針、まあ、人権ポリシーっていうものを打ち出したんだけども、具体的な再発防止マニュアルが公表されていないので、まあ、同時に当事者の会を満足させる保証の条件に合意してないので、まあ、当分の間は新会社に移った元ジャニー,のジャニーズのタレントが世界、世界進出なんて到底難しいでしょうねと。 特に英米圏では、まあ、子供に対する害をしたあの、えー、何会社の一員なんでしょうって見られたら、もうそのタレントをテレビ番組に出演させたりとか、なんだあの、CM に出したりしませんよ、むしろメディアがバッシングするかもしれないわけ。アメリカまで来てささそんなさ、ねあの 事務所にいつまでもいるとか、そんな事務所、つまりスマイルあのアップもそうだし、新会社も,もういるけど、そこからも離脱しないで、何元ジャニーなんでしょって言われたら、言われるよ、思いっきり批判されるよ。ににだから、そういうね、批判されないと思っているファンがいたとしたら、それはもう世間知らずですよ、単純に。日本があまりにも子供の人権に対して無関心すぎるから、あのなんていうかな、まあ、アメリカ行って、でかく、あのなんていうかな、活動してほしいとか言うけど、麦だから。 残念だけど。ファンこそがスマイルアップや新しい会社の企業風土を変えるっていうふうに、ね、お願いだから当事者の会の話を聞いてあげてと、一緒に解決してあげてっていうふうに、ファンの方から言わなきゃダメです。ねだって子供を守る会社としてさ、他の企業の企業の見本になるんだったら、内向きの企業風土をまず壊す人材が必要ですよね。今いないなじゃんだって統一教会のあのあ 弁護士みたいにさ法律を画ン隠蔽する弁護士たちが記者会見に出てたのよ。だもうさ分かってないどころかなんていうのかなあの本当にタレントを守るつもりあんのと。あるんだったらまああのチーフコンプライアンスオフィスさんになった、まあ、山田弁護士もあとなんだっけから弁護士だっけ木目田弁護士かそういうねあの 決めた弁護士なんてあの残念ながらあの、ね、弁護士としていかがなものかというふうに、ね、懲戒請求されたりしてますけどもだから、まあ、正直言うとファンにとってはいい仕事をしてくれない弁護士2人をそのまま存続させていることも、まあ、あの元ジャニーの人タレントがいい迷惑だと思うのであの弁護士2人も辞めさせろっていうふうにファンは言う必要があるでしょうね。それで、まあ えそうだな、再発防止特別チームはなかなかいいところまで行ったようなあの、調査報告を見ると、まあ、なかなかいいところまで行ったなと僕なんかは評価しているので、まあ、ジャニ元ジャニーズか、スマイルアップあなびに新会社に対して苦言を呈するような人材をあえて雇わない限りあり、新会社も、 ジャニーズ事務所とあまり変わらない会社の企業風土になってしまいかねず、そうなると結局はファンたちが推しているタレントが世界進出するなんてことは難しいと僕は思います。ファンの皆さん、本気であのタレントを守りたいなら、愛しているならばですね、文句つけましょう。それはタレントにではなくて、スマイルアップと新しい会社に対してファンクラブを通じて、 ね、2つのことをちゃんと伝えましょう。もう1回言いますよ、再発防止の具体的なマニュアルを一刻も早く公表し、それをちゃんと守るようにしてくれと。もう1つは当事者の会と、ね、あの足並み揃えて、ちゃんと事実の究明、全容究明と、えー、保証をやってくれと。この2つはきっちりファンの方から、えー、会社に伝えましょう。出な,ないと 来年も再来年も下手するとこの問題っていつまでもいつまでも尾を引いてえ結果的にえ新しい会社で活躍したいと思う新しいタレントね新しいジュニアの子もえまあ言ってみればジャニー喜多川のえ呪いのようにですねえせっかく頑張っているのに世界進出できないとか仕事が得られないっていう浮き目に合うのでねファンが心を入れ替えてね当事者の会の やっぱり僕が読み上げた、あのー、文章を、まあ、リンク貼っおきますから、概要欄のところにね、あのゆっくり読んでみてください。ね、どれだけ被害,被害者にとって辛いことが未だにあるのかということも知った上で、ファンは、えー、タレントを押してほしいと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか、ぜひコメント欄に書いてください。あと、今回の動画も良かったよと思ってもらえたら、いいねボタンを押してくれたり、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ちなみにメンバーシップもやっています。 あと通常は毎週金曜日夜9時から生配信してるんで、それもよろしくです。こんにちはね。